しながら45分間続けた。結構序盤。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、皆さんにご報告がご報告がありまして、カメラを回しております。ここ今私がいるベッドなんですが、ことが起きたのは4月末ですね、2ヶ月間リハビリを頑張ってもうちょっとでもう山形に帰りますよっていう時に、朝10時半頃でしょうか、起きた出来事なんですが、リハビリ中に初めてうんぴぴを漏らしうんぴぴを漏らしてしまいました。もうあの時の映像っていうのが残っててか、うんぴっぴは映ってないんですけど、その漏れてるよっていう瞬間こうリハビリ動画で収めていたので、それがちょっとこちらになるんですが、この時にですね、お腹がこう痛かったとかお腹の調子が悪かったっていうわけではないんですが、なんかあれおならしたんかなーっていう感じで初め匂いがしてきて、でも明らかにずっとなんか臭いぞって思い、これは爆発したなって思ってトイレに行こうかなと車椅子に移動した瞬間にベッドの上に落とし物が落とし物をしてしまったんです。まあで、なんかショックだったよ、初めて人前でっていうか、なんかリハ中に漏らしたのは初めてだったからすごくショックだったけど、私はもう着替えるしかないからすぐトイレに行って、あの落とし物はねリハの人にお片付けしていただいたんです。どう、その本人がいるんですけど、どう思いましたか？なんか気づいてた、正直気づいてた。はい。で、なんで言わなかったの、それを。漏らしてるって。でも匂いと完全に漏らしたかは結構境目が曖昧で、まあ、漏れても別に問題はないけど、その時2人で介入してたから、お互いに目を合わせて、どっちかなおならなのかな、でまあタイミングやタイミングでまだ全然なかったから、あれだったらまあ先に移動して、トイレにっていうのでも全然対応もできたし、特別問題はあれであたふたはなく特別にもう言ってよ、落とし物だけ、はい、気持ちなの？その漏れてる瞬間にさ立ち会うって特別どうも思わないです。どうも思わない、あのお腹の形勢を緩めてるから、そういう施術をした後だったからすごくさ腸の活発が多分めちゃくちゃ良くなって、でなおかつチコトレじゃないか、チコトレ？あの時、まあ、あの場合もでも骨盤前後傾ですね、まあでもまあ、腹部を使った、腹部にすごく力を入れた時だったから、なんかそれが多分交わりすぎて爆発したんだと思うんだよね。まあ、何が言いたいかと言いますと、まごちゃんでも爆発するんですよっていうまごちゃんも全然排出の失敗があるし、まあ、実際その、まあ、リハビリ中に漏らしてしまうこともきっとあるでしょう。これからも私もあるかもしれないし、いろんな人もこう漏らしたら嫌だなとか漏れてしまうこともあると思うけど、まあ、実際そのセラピストさん自体は漏らされたからといって別になんてことないし、どう、でもなんて声かけんの、どう接すんの。そうね、接する、まあでも多分ことが起きてしまった時の対応はもう、トイレ行きましょうかぐらいで、
ってそのさ、めっちゃズーンって落ち込んでたらどうするの？帰ってきた時。その方によるんですけど、おまこさんの場合は今はもういじってるっていう。そう、今マジで毎回。まあそこでもそういうコミュニケーションも取れるようなリハビリをまずしてるので、うん、特別そこをきっかけに壁ができたとかできないとかは全然ないかな。むしろそれをないようにリハビリの方で常にコミュニケーションを第一にやってるっていう感じですね、うん、そう、やっぱここのスタッフさんはまず男性しかまだいないから、まあ、女性としてもね、男性の前で漏らすってさ、うん、マジなんか女終わったわみたいな感じに実際別に女を売ってないけどね、この今のいる人たちの中に女を売ってないけど、なんかそう思っちゃうなとかやっぱあるから、まあでも仕方ないしね、そこはね気にせずにまんべんなく腹部に力を入れ、まんべんなくお腹を緩ませ、それが大事です。むしろ、まあ、逆に便秘の人とかいいよね、うん、今日うんち出しましょうみたいなうんち出していきましょうねみたいな、そっからなぜかさ、ここにおむつシートがおむつシートとゴム手袋が常備されるようになったんだよねおいのそれおいのうんちが原因ですか？どうですか？いやそうだよ。え、そうだよ。そうだよ。まあでもクリニックさんから共有していただいたのもあるんですけど。うん、その便と一回なんかすごい濡らしたでしょ。あ、そう、あ、そう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 。そんなことも言わない。言わないでよ。そう、うんぴっぴだけじゃなくてね、あの小さい方もさ、横向きになってリハビリするときに、もう両手にパッとキャッチできないから横向きになると。あれ濡れてるっつってそんなんでもさ、敷いていかなきゃ難しいよね、もともと敷いておかなきゃ意味ないじゃん、シート。そう、だから今度からちゃんとね敷くの、もう一回、うん、やだやだ、うん、まあ、でも一回漏らしたら逆にもう平気それさ、メンタル的な問題、メンタルもそうだし、まあ、1回見られたからもういっかみたいな。うん、いや、あんじゃないまあそんな感じでね、まあでも早く、まあ、感覚が戻ってくれるのが一番なんですが、何まとめが見つからなかったわ、喋ったけど、とりあえず、まあ、さっきも言ったように私でも漏らすので、やっぱ漏らして結構こうね、真摯にやられちゃうのは仕方ないんだけど、漏らすまま漏らすということで、うん、どんどん出していきましょう食べるのは体に良くないからね、ちゃんと出していきましょうということで、あ、生放送、ああ生放送、そうね、そう、実はっつって、その漏らしのやつでもさ、実は5月1日の生放送だね生放送っていうか生配信ね、生配信中、生配信中も、9時から始めたけど、9時15分頃からにもう爆発してぜひ見てほしい、なんかもうテンションやばいから9時15分頃にね、あ、やばい、トイレ行きたいかもって思ったの。でももう生配信中だからなんか離れられなくて爆発したよね。山形に帰ってすぐの時だから、ぜひ、あの、漏らしながら45分間続けた結構序盤で生配信も見てくださいやばい、今度6月1日に絶対突っ込まれそうコメントまあそんな感じで、まあでも、もっとね、漏らし事件っていうのはたくさんあるんよ、日常でも。でもそういう時にどうしてるかとか、なんかそういうのはここ、なんか友達といた時はどうしてるとかね、なんか違う動画で友達と一緒にお話できたらなというふうに思います。はい、ということで、この動画がいいな、いいなってなんだ。ためになった。まあ、なんか思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。